おお、ついに開封。おお。柴田です。今回は明石さんに来ていただきました。今回ね、明石さんに来ていただいたのはなんとなんと滝川一郎さんのこちら RE カスタムをですね、柴管楽器で明石さんは購入されたと、今回はレビューを取らせていただきたいと思います。お願いします。いやー、もうまずね、あのこの RE カスタムを柴管にね、売りに来てくれた方、まずはその感謝ですね、うん、ありがとうございました。いや、これね、見たかったんですよ、僕。まさかね、僕も見たかったんです、見たかったんですよね、もともとね、見れると思ってなくて。いや、正直本当そうですよね。だって2002、3年ぐらいですかね。2003年ぐらいですかね、に受注ですもんね。だけで受注になってます。お目にかかれるとは俺も思ってなくて、うん、ちょっと震えました。本当びっくりしました。20本以下らしいんで、作った本数が噂だったんですね。やばい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 、今のとないです。すごい。ちょっとね、鳴らしていきたいなというところなんですけれども、こだわりがやっぱすごいですね。重量感はなんかね、程よい。何キロぐらいですか？4.2 ネックもどうなのかな、まあ、標準的とか、たぶん柴田さんも RE180C、うん、あれで慣れてると少しそれよりは厚みがありますね。そうですね、ナット 43mm の、まあ、C でメイプルネックとですね、芝刈りエボニーです。350R なんで、まあ広い感じですね。若干そうですね。これクレイズの時の、まあ、後期というか、後期にですね、使ってますもんね。まあ、プレートね、このね、かっこいい。フェルナンデスさん、これだけ販売してくれないですかね。こだわりだらけ。根っかメイプルなんですね。メイプルみたいですね。おぉ。RE95 もメイプルですもんね。で、ピックアップは VH の4。で、ウルフ。ティンバーウルフ。ティンバーウルフっていうのは、この時期はね、トム・ホームズ乗っけてたんですよね、確かね、イチローさんと、ね、そういう感じの、確かそうなんですね。その前、多分これの初号機とかはディマジオだったんじゃないかなと思うんですけど、トム・ゾーンだったと思うんですけどね。で、タフとかはなくて、ボリューム2つにトーン2つ。トーンがあのダミーなんで、あの、本当にボリュームしか引かない。あ、どっちもダミー配線されてない。あ、さすが男滝川。かっこよすぎる。でも一郎さんといえばこのブラックパーツですよね。ここがめっちゃ沈んでるんですよね。手がね、当たらないようになっております。そうですね、最初ザズコで、あ、これクリップチューナー、ほんと最先端にギリギリの幅しかないっていう。フェルナンデス本気の一本ですね、これは。おお、パワーがありますね。パワーありますね。ありますあります。もうパワーの強さはね、感じるというか、
近い感じですかね、うん、ピックアップ的にはイメージとしては、うん、でもなんかイチローさんらしいなんかこうパキーンと今トレンドというかあります、ね。なんかちょっとコンプ感も若干あるような感じで粒がすごいですね。弾いてるとメイプル感はやっぱありますね。ちょっとやっぱその辺の硬さがいいのかもしれないですね。逆にメイプルとエボニーシバのところが時間があるんでしょうけどね。そうかもしれないですね、はい、そうだエボニーだ。なんかパキッと感がやっぱ、はい、あとボディホンマホの下りに痛いかもしれないです。ホンマホ、15ミリの、メイプルにホンマホのバックです。これトップメイプルになってるんですね、はい、本当にレスポール仕様、レスポール仕様ですね。厚みはそのまま厚い。ここまでだとメイプル、うん、レトっぽいです。イチゴなんでそのちょうどバイニングらへんところでしょうね。深い、深いからやっぱりこれボディとかなんですかね、うん、深みがある。ありますもんね。潰れないですね。上が出てて、うん、まとまり感はすごいあります。ありますよね。ありますね、バイク感とか。クリーンの時のフロントはちょっとモコリ感があったんですけど、うん、こうやって歪ませるとハイテンだと、一気にまとまるというか、やっぱここを軸にしてるんですよね、この音を、うんうん、この音を出すっていうところを軸にして、コードワークが弾きやすいというか、なんかネックも若干ローフレットの方が薄いような感じがします。気のせいかな。こっちよりもこっちはなんか握りやすく太い感じなんですけど、うんうん、こっちコード感が
すごい鳴らしやすいから若干テーパーっぽくなってんのかもしれないです。全体的にやっぱ下はこう握り込んでのそうですよね。こっちの時はこうなりますもんね、一応ね、割と。あ、その辺もその絶妙な差があるのかもしれないですね、このネックの厚さに。すごいなぁ。なぜ VH4 なのかっていう謎はあったんですけど、でもバランスはいいっすね。そうですね。VH4 もジミーさんですもんね、もともと開発した。師匠さん。師匠ですもんね。もともとは何かで読んだ記事だと、EMG をパッシブで表現できないかっていうところから、ジミーさんがなんか開発をし始めたらしいですね。ヒデさんもあの赤シャチには VH4 を乗っけてて、使うんでそこが潰れすぎないようにっていうのもできてるんでしょうね、考えられてるんでしょうね。今回はありがとうございました。ありがとうございました。